サイクラクラクラブのコミです。さて本日もね、フォックスフォックスゼロさんのイベント対戦から動画見ていきたいと思うんですが、本日のテーマはラバルです。で、どういうところに着目するかっていうと、なんでラバルなのっていうところですね。これ結構よく迷われる方多いんじゃないかなと思います。ホグライダーじゃダメなの、なんでラバルなのっていうところですね。で、それっていうのはいろんな要因がね、こう絡んでくるので、一概には言えないと思うんですね。得て増えてもありますし、なんですけども、そもそもホグよりも ラバルの方が使いやすいよっていう状況っていうのが、多分私はあると思っていて、でその点っていうのがまさにね、今回このアタックに見えられると思ったんで、お話をしていきたいというふうに思います。トドノシンさんのアタックですね。で、どういうアタックかっていうと、簡単にプランニングを説明すると、クイヒーパートでここを潰していきます。で、潰していくついでにこの辺までこう削っていくんですね。こういう風に削っていって、で、ロックボマーを入れていきながらラバルをこう展開して、どんどんバルーンを進めていきながら、後ろからもこうバルーンをこう足していくっていう、矢印いっぱいですね。分かりにくすぎますけども、簡単にちょっと言えないのでこんな風な書き方になっちゃいますが、そういうプランニングです。一回ね、見ながらやってもらえたらと思う、見ながらというかね、見ながら理解してもらえたらと思うんですけども、でまずクイヒーをしっかり壁の中に歩かせていって、ギガテスラのところですね、これをレイジを使って処理していきます。レイジは今回 3枚積んでますね。相当な枚数積んでるので、クイヒーパートでね、どんだけ仕事をさせようとしてるかっていうのが、そこからも見て取れますね。ギガテスラを破壊して、でさらにウィズと、あとは相手のアーチャークイーンまでこれ破壊できそうな勢いですね。当然ターゲット結構取られてるんで、ここはクロークを使っちゃいます。でクロークを使って相手のアーチャークイーン、さらにクロスボウを破壊して、さらにレイジをかけていって、ここのマルチ IT とこの辺の、エアスイーパーまで見ていってますね。で、ロックボマーを展開しながらバルーンをガンガンと回していくと。でロックボマーでこちらの角度カットを完全にしてますね。カットして残った施設をこうラバル回していくっていう、こんな感じになってますね。でエアスイーパーも今アーチャークイーンが破壊してくれて、で、アーチャークイーンはここで力尽きるんですけども、かなりの仕事をね、アチャクイーンがこれしてくれてるんですね。で、まさにそのアチャクイーンの仕事っていうのが、なんで今回、トドノシンさんがラバルで攻めてるのか、その理由になってくると思いますので、そこっていうのをね、ちょっと一回、動画をね、最後まで見てからもう一回ね、よいしょ、流して、話をしていきたいというふうに思います。これのままあとはお掃除して全開という格好ですね。ロックボーマーも最後まで生き残ってますから、相当圧倒的な全開だと思うんですけども、ちょっと見ていくとしましょうかね。まず最初のパートで、ヒーローパートですね。クイヒー使った対空砲とアチャクイとインペルのタワー、あとはエアスイーパーに防衛援軍にギガテスラ、これだけ折れるんですね。で対空砲っていうのはこの1本しか折れてないんですよ。3本ここに残ってるんですね。まだ残ってるんですけども、見にくいな、3本ここにこう残っているんですけども、それでもなんでラバル、しかもラバ2枚なのっていうところですよね。これがポイントになってくるんですが、なんでですかね。これはもう私のちょっと何て言うのかな、自分なりの考えになるので、正解かどうかっていうのは少し変わってくるかもしれないんですが、このラバルをね、回す上ですごい大事になってくるのは対空砲の数ではないと思うんですね。いかに、それ以上に天敵となってくる施設を潰していけるかにかかってくると思ってます。で具体的には相手のアーチャークイーン、これはもう天敵中の天敵ですよね。さらに防衛援軍、当然ベビドラとかドラゴン入ってた場合にはもう全然自軍のね、ラバもバルーンもそこに反応しませんので、これはもう処理すべき。あと厄介なのはマルチ IT ですね。これっていうのはラバーハウンドがターゲットを取っても残り4つのターゲットがバルーンに向いちゃいますんで結構天敵です。あとエアスイーパー、見てもらって分かるように今バルーンがここ押し戻されてますよね。結構この押し戻し効果ってのは意外に嫌なんですよ。ヘイストを使えばなんとか前には進むものの、ヘイストを使わなきゃ前に進めないっていう状況を作られちゃうので、ラバルを回す上ではすごいエアスイーパーって厄介です。でこの辺っていうのをクイヒーパートで一網打尽にしているんですよね。でそうなってくると
対空砲3個余っていても別にそれ壁際にあるわけでもなくて、まあ、適度な距離感を持って中心付近にありますよね。まあ書くとこことこことここにこう対空砲がありましたよね。そうするとラバーハウンドがこう集まって動いていきやすいんですよね。そうすると当然ラバーハウンドが集まったところに他の施設もこう攻撃を集めますから、バルーンへのダメージっていうのを減らせる位置に対空砲がある、まあ、要はそのラバーハウンドが対空砲についている前提で言えばね、あのラバーハウンドが竹を取ってくれることによってバルーンへのダメージを減らせるようないい位置に対空砲がある。これっていうのがね結構ラバルを回す上であの重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。単に対空砲がもう全然ないとかいうことになってくると、もうこれもラバルじゃなくてドラゴンとか使った方が今の環境だったら強いかもしれないですね。そうじゃないんですよね、多分対空砲は多少あの距離をねいい感じに持ったまま残っていてもいいので、それよりも防衛軍とかアーチャークイーンだったり、あとはエアスイーパーっていうところをきっちり処理していけるような配置に出会った場合には空が結構刺さるということがね、まあ、言えるんじゃないかなっていうのを今回のねこのアタックを見ていて改めてね結構強く思ったところです。で、もう一個タウンホール11のね、アタックも見ていきたいと思います。こちらですね、新高山のぼれさん のぼるさんかなと呼べなかったのぼれさんですねが攻めたこのアタックっていうのも見ていってもらいたいというふうに思います。どんな風にいくかっていうと、ウォールバスターに乗せてここを潰していくんですね。ここのところ何があるかっていうと、エアスイーパーと対空砲とアーチャークイーンと防衛軍があるんですね。さっきと非常に似てますよね。でインフィナタワーに関しては、まあ、1本ここにあるもののこれシングル、あごめんなさい大変失礼いたしました、よいしょ、これシングルなんでそんなに怖くはないんですね。まあ、ラバーハウンドはすぐ溶かされちゃいますけども、あのバルーンからすればまあ怖くはない施設になってきます。で対空砲も、まあ、1個壊せるんでここに3つこう残ってますよね。そうするとだいたいこの辺の防衛施設のターゲットっていうのはラバーハウンドがカバーしてくれちゃいますんで、非常にバルーン回した時にバルーンにこうダメージが入りにくいようなところに対空砲がある格好になりますよね。そうするとラバルが刺さるんですね。今もエアスイーパーのところにしっかりとアーチャークイーンがこう入っていってくれて、相手の援軍に対空砲、あとはエアスイーパーイーグル砲までワンチャン折れるかなっていうぐらいのところまでこうアーチャークイーンが入って仕事していってますね。でここから ラバルを回していきます。ラバルを回すとき、この新高山さんは2点から出してますね。まず1点はこっちからバルーンをこう回していくのと、こう行かせないためによいしょ、こっちから出しながらこっちから出して、みんなこれをこっちにこう流そうとしてますね。こんな風にこういうルートを作っていってます。これ結構うまいですね。やっぱりこう L 字型を作った後のバルーンの出し方っていうのはなるべくなら2点攻めにすると効果的かなっていうふうに思います。要はバルーンがこっちの角っこに行ってほしくないんですね。こっちの角っこにここまで行くんじゃなくってこういうふうにこう書いてもらいたい。だからここっていうところを後から来る第2番手のバルーンで潰していく、まあそんなようなねバルーンの出し方っていうのが結構L 字を作った後は効果的かなっていうふうに思います。で最終的にはかなりのバルーンを残しての全開というところですね。非常にまあどちらの攻めも1本目もね2本目もお見事なラバルの使い方でした。まあ、こんな形でね今回お話ししたかったのはラバルを選択するときの目安となるのは、対空砲じゃないんですね。そこに注目するんじゃない、それ以外のアチャクイ、相手のアチャクイだったり防衛援軍だったり、あとはエアスイーパー、マルチインフェルノでタウンホール10位の場合はギガテスラ、この辺を壊していけるような配置だったら、なるべく多くね壊せる配置だったら、ラバルっていうのはすごい使いやすいユニットになってくるんじゃないかなっていうふうに思うことを、お伝えしたいというところでした。はい、では本日はこの辺りで失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼します。バイバイ。